こんにちは。今回は、妊娠8ヶ月に入りました。妊娠後期です。で、8ヶ月に入ってから2回行った妊婦健診の報告をしようと思います。とまず6月4日の28週の時に行った。妊婦健診なんですが、赤ちゃんの重さは1367g になってました。でね、この時もまた逆子ちゃんで、前回もね逆子ちゃんだったんですけどもじもじしてんの。そう、この時も逆子ちゃんでした。でね、すごい、まあ、ぐるぐる回ってる感じは分かってたんですけど、でも結構逆子でいることが多かったみたいで、あの胎動の時に膀胱をねかなり刺激されてましたもうなんか動かれるたびに漏れそうみたいな感じでした。で、先生がエコを見せてくれてる時にね、すごいいい先生で、ここだよここだよって言って、顔のところにこうエコが来るとこう揺らして見せてくれてましたで、8ヶ月の2回目に30週の時に行った妊婦健診の時は、はいどうぞと赤ちゃんが 1685g 大きくなりましたね、になってました。で、この日は逆子ちゃんじゃなくて、ちゃんと頭を下にしていてくれました安心しました。でもね、まだほんと回ってる感じします。この検診行く前日の日は完全に逆子でした。思いっきり膀胱を蹴られてたので、そう、まだね30週なんですけど、まだ結構回ってる感じがします。どのくらいに落ち着くんですかねで、エコー中もね元気に動いてくれてて、大きいあくびも見せてくれて、すごい可愛かったです。で、私の体調も本当ね全然なんともなく順調すぎて元気いっぱいです。お腹の、あの測ってくれるやつも、その8ヶ月の2回とその前にやった妊婦健診の時のお腹の大きさが変わらなかったので、そんなに出てないのかな。でも多少やっぱりちょっと犬の散歩とか結構歩くと張ったりはします。で、次回はまた後期のスクリーニング検査と 4D なので、すごい楽しみです。以上、妊娠8ヶ月の報告でした。バイバーイ。